どうも皆様ご無沙汰しております。今回もシャイニングフォース2イニシエの封印実況していきたいと思います。前回手に入れた必殺の剣、前々回かな、ルド君が装備しております。でも攻撃力はこんな感じ、まだまだって感じですね。ピーターやゲルハルトには勝てません。てかピーター強すぎるな。ほんでヒギンズよ、守りのリングつけてんのに防御力このざまだよ。どうするんやろうね。HP も大したことないし。さて今回はどんな戦闘になるんでしょうかと。じゃあ敵の場所をまず見てみよう。結構散らばってんのね。右上に別動部隊がいて、あとは基本的に半分から下。じゃあ別動部隊、ダークナイト、オークロード、大したことなさそうに見えるけど実は結構強いよね。で、回復の人とオークロード、この辺は特に変わり映えがなくて、言うてダークナイトもめちゃめちゃ強いからね。ハーピークイーンめっちゃ強かったね。で回復、おっと左下に見たことない人がいるね。左下の見たことない人はネクロマンサー。フリーズレベル3は怖いけど、特に高齢術的な死者を蘇らせるみたいなの覚えてない。でこれがおそらくボス、デビルアーミー。サポートが怖いね。攻撃力高っ。ほんとレベル足りてないんじゃないの、うちの軍。大丈夫かな、そろそろ戦死者出るんじゃないの。基本連撃出たら死ぬからね、うちの人たち。さてまあこんな感じですね。じゃあとりあえずキウイを最前線にして、で適当にこうちょっと柔らかい人たちをうまいことまとまりつつ、左のダークナイトが怖いからね。ちょっとキウイやばいんじゃない、なんならハーピーも来るんじゃない。ググッと待機待機、ゲルヤンそこだ。で右上はボーイくんでなんとか抑えてもらおう。で来るぞ、来た。キウイに攻撃、さあどんだけ持ってくかよ。さすがよキウイ、キウイ様々やな。キウイくんが一発目を受けてくれることができればなんとかこの戦闘なると思うんだ。いけ、ダークナイトに攻撃、そりゃ。でもね、ルド君とかに当たると多分2発で死んじゃうんだよね。会心の一撃とか出たら一発なんだよ多分。さてどうする。こっからダークナイトに攻撃、いけ、ポルナレフ、ポルポルクー、いいね。でこっちの攻撃3発やもんな、強めのやつが攻撃して3発やもんな。どうなっとんや。さてじゃあここでサポートをジャネット中心にかけることによっていいんじゃない。大幅経験値、お、いいね。防御伸びるね。持ち前の能力の比率なのかな、伸び具合は。そんな気がするね。おお、早い早い、いいぞ。経験値45、めちゃめちゃもらえるやん。すぐレベル上がるぞこんなもん。さてヒギンズが来たよ。ヒギンズどうする。ジャベリンに持ち替えてとりあえず攻撃してもらうかい。いけ、はい全然や。まあでもロイドかジャネットが倒してくれるんじゃないか。ロイドだね。じゃロイドの攻撃でダークナイトを倒してもらおう。姿だだだだだ、いいね。跡形もなく消しとんだわ。どうするんやろ、ピーターとキウイに肉片が散ってそうな気がするけどな。はてじゃあキウイはどうする。この辺でルド君もいつでも飛び出せるように、言うてサポートかかってるからな、言うてサポートかかってるから大丈夫やろ。お、水たまりに地形効果があるから一歩少なくなっとる。すごいね、感動するところよ。カトン届かない、待機。大丈夫、急に散らばったぞ。大丈夫か、魔法を恐れているのかい。じゃあそうだね、サラちゃんとボーイ組んで、サラちゃんボーイカップルでなんとか抑えてもらおう。さあどうなる、どうなる。囲まれたらやばいぞ、囲まれたらやばいけど全然敵に動きがない。来るぞハーピークイーン、そろそろ動くぞ。おっと迎えに行こう。でこの残った2人にもサポートをかけてあげたい。
違う自分が間に立たなきゃ。そうそう、ちょっともったいない気もするけど、まあいいか。 MP どうせ余るでしょ。ヒギンズがおこやな、自分の国で戦闘を起こしてるから。さあ来るか、逃げるなあいつら。来た、おっと、これはゲルヤンに攻撃。ゲルヤン、うお、サポートかかっててこれだぜ。よし、ナイス、素晴らしい。おし、 HP に攻撃に防御に素早さに、いいぞ。反撃でレベル上がるとなんかちょっと得した気がするね。グゴープ、うわー、連撃かと思ったよ。さてこれまずいんじゃないか。で動かないのかい。おっと、回復の人、回復の人は何もしない。これはついている。さあ持ち物装備でクロムランスに持ち替えて直接攻撃してもらおう。ハーピークイーンに攻撃。ちょっと待って、ヒギンズその位置良くないんじゃないの。下だいぶ飛び出しとるけど、とりあえずハーピークイーンがやべえのは知ってるから早々に倒そう。よーし、いいぞ。 HP に防御に素早さ1、攻撃力は、攻撃伸びてほしいな。やっぱアーチャー系は攻撃力伸びてなんぼだと思ってるからね。さてキウイくんはどうするかな。キウイでポンよ、いけ、はい、いいぞ。必殺の一撃でこれか。火力不足だな。 HP1、 攻撃に防御に素早さ1。うん、ちょっと火力不足かな。さて、あー、カズン連れてきとけばよかったな。攻撃魔法が欲しい。ほんでこれ屋根の上から攻撃できるやろ、ルドくん。しょうがないな。マスターモンクに攻撃。そりゃ、おわお、全然必殺ちゃうぞ。さて、どうする。これは力のリングを使うだろう。ジャネットとかに使うか。ジャネットに力のリング、攻撃力上げて、おーっと、ヒビ入っちゃった、もう使えないわ。でそのジャネットはどうすっかな。マスターモンカほっといて、こっちだ、オークロードを攻撃。くせい、いいね。でいいぞ、オークロードを攻撃。はい、うわー、避けるんかい。すごい、あの爆発すべてをかわすとなるとなかなかの身のこなし、やつらできるな。魔法カトンレベル1、いけ、レベル1、これが節約の精神。レベル1でも結構強いよね。カトンが強すぎてブレイズがちょっと霞んで見えるんだから大丈夫。よし、来た、サラちゃん。サラちゃんはヒールのレベル1、ジッポ、うん、ジッポにしとくか。ゲルヤン、いや、ジッポでいいや。 MP をケチろう。ボーイ君一人なんだかなりそうやしな。でピーターでオークロードを攻撃、倒せるときに倒しておこう。よし、いいぞ。ピーター強いね。さあどうなる。うーん、微妙だなあいつら、あいつらの動きがよくわからん。でハッピークイーンが微妙、ほんと、あんまり突っ込んでこないね。怖いね。お、いいぞ。ヒールレベル1でいいや。ゲルヤンを回復。はい。いいと思います。さあ、立て直したか？おっと？いったれ！どうする？オークロード先に倒すか。いや、ダークナイトだろ。いけ！ズバッシャ！うわ、やべえぞ。お、いいぞいいぞ。HP に攻撃1、防御2、素早さ1。スパークのレベルが上がった。よし。これで囲まれてもなんとかなる。スパークでなんとか切り抜けるぞ。はて、どうする。ヒギンズ隊長はどうする。ヒギンズこの辺で待機。さあ、どうなる。囲まれない。囲まれない。魔法飛んできそうだな。怖いな。来るか？お、来ない。追従。なんだあの体勢、なんだあの体勢。さあ行っちゃえ、キウイくん突撃。ごっしゃ、いいね。いや、やべ、サポート切れちゃった。急げ、
ルドク、うわぁ一歩後ろで。でもまあ大丈夫やろ。どっちがボスだろうな。あのフォーメーションになるともうわかんねえな。で、ゲルヤンはもうダメだろ。ゲルヤンは厳しい気がする。ここで待機。あ、ほら、サポート切れちゃった。ジャネッツ行け、ジャネッツ。ナイス、ジャネッツ。よし。HP に防御1、素早さ1、どうなってんの？うちのスナイパー攻撃力わかんないんだけど、サポート切れたし、危ないし。さあ。どうすっかな？とりあえず一発殴っとく？ゲリャー！お、やった！攻撃力上がったからね。ボイ君だけ、しっかりシャイニングフォースしてるね。これで、ここ攻撃することによって、あのおじさん自分回復する。うわぁ、めっちゃかわすやん。てか、ポルポル君？あ、いったいった、よかったよかった。びっくりしたぁ。めっちゃ外すやんって思って。初代からずっと続いているエルフスナイパーの系譜かと思ったわ。ゲルヤン回復しとくか。ヒル、ゲルヤンを回復。はい。もう右上のボーイ君はほっといても一人で勝てるから。あんな消極的な敵をっていいのかいな。ジッポもその辺で待機。サポートをかけてもらおう。で、ピーターも、マザーロー。うん。ここ立てるやろ。一マスやろ、この銅像は。もう、難しいな。ヒギンズ、そこ大丈夫？ちょっと危ないんじゃないの？来たぞ、ダークナイトが来たぞ。でも、キウイ君が受けてくれる。素晴らしい。キウイが神だな。おっと、控えめなオークロードか。そんな控えめなオーク初めて見た。で、よしよしよし。魔法。サポートのレベル2を、ジッポ中心でかける。よしよし。立て直したぞ。万全万全。なんかレベルは全体的に低いけど、キウイが圧倒的に強いからなんとかなってる感じあるね。よしよしよし。ほんで次これレベル上がるぞ。 HP に MP に攻撃に防御に素早さ1めっちゃ伸びるぞ。どんだけ伸ばす気なの。さてどうするかな。回復おじさんはほっといても大丈夫だろう。ダークナイトを攻撃。よし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 。問題、右のハーピークイーンがめちゃめちゃ怖いんだよね。サポート切れちゃった。大丈夫大丈夫、自分回復おじさんやから。回復もしないんですか。おんやー、ナメプか。いけいけ、ルド君必殺の剣。大丈夫大丈夫、火力上がってるから。自分を信じて、自分を。これからこれから。オルナレフがナイス。いやー、でジャネットで倒す。いいね。ジャネットは今んとこハンスの系譜まだ見せてるわ。見せてるわ。もう、思った途端これだよ。サラちゃんどうすっかな。キウイ回復してあげる？言うてそんな必要ないよね。所詮こんなもんやし。サラちゃんすることないな。待機で。で、ゲルヤンもすることないな。ゲルヤン左そろそろ注意しとく？あ、でもだいぶまだ遠いぞ。あ、ジッポくん来たわ。いけ、ジッポ。ズバシュ。いいね。ちょっとタイムラグある感じがいいね。HP に MP に攻撃1、防御2、素早さ1。うん、まあ悪くないんじゃないかな。全部の能力が一応伸びたからね。で、キウイくんは、そろそろ左のハーピークイーンが来ると思うから、下はまだ大丈夫だろう。下はもう全員で止めてもらうとして、キウイ君はここ。頑張れ。あ、ピーターはここ行けるじゃん。全部行けるわ。ここは徒歩でも行けれって思うよね。待機。さあ来るぞ。来た。もう1、2歩後ろでよかった。
おっとかわした、そういうかわし方すんのね。おっと連撃だ、いてキウイに食らわせてめちゃめちゃ強いからね。言うて戦う、ハピクイーン攻撃、ビギンズ、お前の城下町や、お前の町やから守れよ、頑張って。よし頑張れボーイ君、君だけがシャイニングフォースだ。なことないけどなことないけど、最前線で戦えるのは数少ないんだ。頑張ってもらわねば。どうしようかな、どうしようかな。ロイドのためだけにっていうのもなんかあれやな。まあいっか、贅沢に贅沢に2を使ってやろう。ほらめちゃめちゃ贅沢ロイド心して受けろよ。ああそれは右にもいたね。来るか、来ない、どうすんの。ボイ君反撃でもいいんやで。どうなる、おっと心が通じた、しかもぴったり倒した、レベル上がった。 HP2 攻撃1防御2素早さ1、いいね。ボイ君めちゃめちゃ強いね。うちの我が社のボーイ君めちゃめちゃ強いと思うんだけど、右側のやつをなんとかして抑えたいな。ロイドそこそこ硬いからな。ロイドで受けるで、ジッポはこっちだ。ルド君遠いな、しかし。あ、まずいぞこれ、連撃で死ぬぞまずいぞこれ、キウイをうまいこと使わないとやばいぞ。ハーピークイーンに攻撃、よしナイス、羽をむしってやったわ。羽むしりのゲルやから。はてどうする、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 やばいやん、やばいやん。キウイくん、キウイくん急がな、君が盾になるんだ。君じゃないと盾になれないから。どうするかな、この辺でこう待機することによって。さあどうよ、ピーター狙いだね。ほら来た、ピーターは体力高いからね、一発ぐらいは耐えるよ。よし早い早い、よし回復してもらおう。ボイク合流するんだ。でデビルは見下がる、ハーピークイーンそのまま、回復は届かない。届くね、一応届くっちゃ届くけど、届くっちゃ届くけど、ちょっともったいないんで、キウイくんにヒールレベル1かけとこう。もう下のやつ相手では魔法攻撃飛んでくるから、キウイ君あんま役に立たない気がするな。サポート切れちゃった。さてじゃあロイドで攻撃、とりあえずハーピークイーンをとっとと倒そう。あ、右下と正面からこう分かれて挟み撃ちすればいいんだね。あ、まずいぞヒギンズ、大丈夫か。あ、下がるね、あいつはビビっとんね。ルド君で意外となんとかなるね。サポート様々やな。ジッポちょっとレベル高い、ね、待機で。でサラちゃんで回復だ。よし、ヘイ、いいね。うわ早っ早っ、逆にゆっくりに見えるやつが早すぎて。あ、スロー上がった、スロー上がったけど意外と使わないっていう。はてジャネットも右下から行くか。ジャネット倒せ、ナイス、汚名返上よ。さてどうする、あれマジで。怖いね、怖いね、めちゃめちゃバラバラになるとも思えんし。いや言うてちょっと試してみよう。来た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 、魔法だった、逆に助かった。ハーピークイーンは直接攻撃の方が絶対強いのにね、まあ、所詮魔物といったところか。やっぱグランタックのような名軍師がいないとなかなかいい立ち回りはできないんじゃなかろうかと。だってじゃあ飛び出してきたからちょうどいいからハーピークイーンを狩るぞ。いいね、どっちだろうな、ボスどっちやろ。ちょっとボーイ君急いで、
もう体勢的にこっちな気がするんだよな。見た目的にもな。ピーター体力高いから魔法を受けてみよう、もらおうで。で、どうすっかな。サポートとか行ってみる。こう。これで直接攻撃も受けれるやろ。いや、伸び具合よ。いいね、いいね。さあ、どうなる。おっと、ヒギンズ。ヒギンズ隊長、ハーピークイーンに攻撃。こうやって見ると火力高そうに見えるけど、別にそんなこともないんだよな。さて、ロイドが、いいんじゃね？ロイドが意外と活躍しとんね、今回。まあ、真の盾役者は、完全にツイッキーなんやけどな。能力もまあまあまあ。自分回復すればいいのに。何なんだろうな。どうする？どうするの？ネクロマンサー叩いちゃうよ。てか、ちょっと待って。この人もさ、なんで回復してあげんの？こいつを。かわいそうすぎるだろ。ちょっとこれ厳しいな。ちょっと待機しとくか。一回受けるぞ。一回受けに回る。で、別動部隊こっちから、あっとサポートが。さあどうする？来た！直接！こんなかっこいいのに直接！これはナメプですわ。ブレイズ使っちゃおう。ブレイズじゃねえ。カトンな。削っちまおう。フリーズレベル3が飛んでくる前に削り切っちゃおう。シャカ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 。足首を痛める動き。あ、痛めた。デビルアーミー下がる。これは決まりだな。完全にボスはデビルアーミーだ。サラちゃんを回復。サラちゃんをじゃない。サラちゃんは回復。で、ピタ回り込もうか。ネクロマンサーを攻撃。素晴らしい。さあ、最後の一発は誰が？ HP2 攻撃2防御2素早さ1。めちゃめちゃ伸びるよね。ピータ君いいね。来た、ジャネッツさん。ジャネッツさんがネクロマンサーを。ナイス。必殺の一撃。いいね。これでハンスの系譜からは出したな。素晴らしい。さて、どうする、どうする。この辺で自分中心にサポートとかかけてみる。よし、ヒギンズには頑張ってもらおう。自分の国を救うためなんやからな。で、これでヒギンズの活躍とシャイニングフォースの活躍にここの国の王様が感動して、なんやかんやこう支援してくれると。そういう作戦よ。やっぱ軍をね、維持するのには金がかかるからね。どうする、ヒギンズ行ってみちゃう。ヒギンズやばいんじゃない、それ。大丈夫、ヒギンズ大丈夫それ。さあ、どうなる、どうなる。怖いぞ、ヒギンズ。おっと、マスター文句。自分ついに回復じゃ少ねえ、回復量少ねえ。ケチってんな、ケチンボだな。どうすっかな。マスター文句を攻撃する。ダークビショップを攻撃。よし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 。これでダークビショップは自分を回復するだろう。ゴイーン、違うやん。おい、何してん、ダークビショップ。一点大ピンチやん。で、ここに立つことによって、ガシャッと。さあ、どうなる？奴は誰を狙う？サラちゃんどうする？ヒールしたところで、まあ一応しとくか。うわ、早いな。さあ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 。じゃあ、ジッポが、ジッポどうすっかな。こっち攻撃する？マスターモンクを攻撃。ヘイ！ナイス！必殺の一撃、素晴らしい。
聖職者であろうと容赦なく殺すぞうちの軍は。ここに入り込んでデビルアーミーを攻撃。いいんじゃない？よくないね。右から回り込んだら普通に攻撃できるね。かっこいいな。うちのジャジャもあれぐらい殺意に満ちてくれたらいいんやけどな。これ危ないんじゃない？ルド君。ルド君ダメだ。戻ろ。平気で死ぬと思うから多分。じゃあ、ピーターで削るぞ。えい、いいぞ。いいぞ。連撃なら倒していったか。さあどうなる？ピーター狙い。わっしょい！痛え！サポートかかっててこれだもんな。じゃあ、全国回復協会の人を倒して、回復協会の人をとりあえず倒すぞ。ほい。いいね。なんか今回は珍しく、ラッキーもあったけど、うまく立ち回れたんじゃないか？ヒギンズ、君倒してほしいんだが無理だろう。いけヒギンズ、会心の一撃を出せば倒せるんやで。自分の国を自らの手で救うんだ。全然やんけ。もう連撃もないわ。しょうがね、ロイドに倒してもらおう。よくやったロイド。いいね。攻撃はかっこいいんやけどな。よし。よし、何事もなく終わっちまった。王様金くれるかな。